こんにちは。副業コーチの吉谷里志です。よろしくお願いします。さて今日も偉人の名言集、パート4ですね。お伝えしていきたいと思いますが、今日紹介する偉人は、エドワード・ブルワー・リットンさんですね。えー、この方が残した名言が、ペンは剣よりも強し。これ聞いたことあると思いますが、この、えー、今日はですね、ペンは剣よりも強しというところを、えー、掘り下げていきたいと思います。もちろんこれ時代が時代です。まあ中世の頃のお話、まあ中世よりもちょっと近代側ですかね。まだペンが、 このようなペンが横行していた。まあ、なん、なんも、こう、物書きが、えー、力を振るっていた時代の話でございますけれども、まあ、コロコロっていうのは確かにですね、あの、仮に攻撃力、あの、強いっていう、ま、その攻撃という観点からすると、まあ、現場でどんなに強い、マイク・タイソンみたいな、こう、強い人がですね、まあ、ボコボコにしたとしても、所詮、あの、まあ、現場で倒せる人っていうのは数人だと思うんですよね。ただ、このペンを取りさえすれば、そしてそのペンを取った人が、えっ、ー、と、全国に、えー、発刊できる、全国に、こう、全国 ここで発行しているまあ、新聞紙の、えー、編集者などだったらもうこれはすごいことになりますよね。こう全員にもう何千万人に情報を届けることによってもしある一人の人間を、えー、殺そうと思ったら殺せるわけですよね。でこれは実際に現代においてもあのなんか殴られて。 こう、暴力振るわれて死んだ方、お亡くなりになったって方は、あんまり聞かないんです。もちろん、いる、いると思うんですが、あんまり聞かないと思うんですが、やっぱりこう、残念なことに、あの、誹謗中傷とかですね、ショックのあまり、ショックのあまりとか、ショックを受けてですかね、えー、死んでしまった、お亡くなりにな、お亡くなりになってしまった、こう、著名人っていうのも、 数人。まあ、先報道されてますよね。もちろん最近は SNS の普及によって、えー、著名人はもちろんですけれども、僕のような一般人ですらも、えー、容易に情報を発信することによって、中にはそういう方の中で影響力を持ち始めてる人がいます。いま、いわゆるインフルエンサーっていう方ですけれども、こういうインフルエンサーも、え、乱立してしまうことによって、やっぱり、あのー、それぞれの、一人一人の、 ペンの力、いわゆる発信力というものは、こう、相対的に弱まってはいると思うんです。で、結局、なんだかんだ言って、その発信力というものも、あのー、こう SN、SNS とかでビジネスをやっている、まあ、人間ですね、からすると、やっぱり、最終的にお金なのかな、っていうところも、思ってしまうところはあるんですよね。というのも、やっぱり、え、ちょっと前まで、最近はそのインフルエンサービジネスっていうのもなくなってきましたけれども、やっぱりですね、あのー、お金で、 インフルエンサー、インフルエンサー自体は一生懸命毎日投稿して自分の影響力を持つんですけれども、やっぱりそういう方に対してお金を払って、情報発信をしてもらうっていう、っていう、そうまあそういうビジネスがあるのも事実でございますし、お金があるこ、あるからこそ、こう、広告を打って、今、えっ、ー、と実際にこれ YouTube めちゃめちゃ広告、ビジネス系の YouTuber とか、YouTuber、そうですね、とか、ビジネスやってもらえる方、情報商材を売ってるとか、教育商材を売ってる方で、えー、そういう方々の CM たくさん、えー、YouTubeCM とか、Instagram 広告、えー、Facebook、 ブック広告、LINE 広告などなどあると思うんですよねこれ結局広告が打てるかどうかってお金があるかどうかなのでそういう意味でやっぱり発信力もお金なのかなっていう風には思ってしまいます。まあその辺はおきましてお金がないからといって投げてもしょうがないまあそれは仕方がないことではございますからえー、実際にですねこれからこの動画を少なくとも見てくださっている方はですねこのまああのペイはケンよりも強しというところからちょっと派生して、えー、強いかどうかは別としてやっぱり情報の発信側に 回ってほしいっていうことなんですよね。これ僕他の動画でもお伝えしてるんですけれども、やっぱり情報というものがある程度今後の人生に影響を及ぼしていきます。 はい。知ってるか知らないかで全然、えっ、ー、と、このお金の稼ぎ方とか生活のどのように便利に生活していくかっていうのも違うんですよね。またこれちょっと脱線します。もう僕結構日夜ですね、マッチングアプリとかやってるので。で、しかも、えっ、ー、と、男性に対して恋愛コンサルとかもちょっとしちゃったりしてるんですが、あの、最近で言うと、あの、一つの男性の悩みとしてですよ。あの、いちいち女性とデートする際に、なんか、 ディナーっていうんですかね高い料理。二人で行ったら必ず1万円を超えてしまうようなところで、最初のデートで、え、お金を使って、結局、その日で終わってしまうっていうパターン多いんですよ。これどうすればいいですかって相談を受けてるんですが、そもそもそんな高いお店に行かなければいいですし、もっと言うと、会う前に、今せっかくこれだけオンラインが流行って、ビデオ通話が、 各マッチングアプリにビデオ通話の機能とか今備わってるんですよ。だから会う前に必ずビデオ通話でやった方がいいっていう僕アドバイスしてますし、僕自身もビデオ通話を使っていますよく。あの仕事でも、あのそのマッチングアプリでも。そうすることによって、無用なお金ですね。無用な出費を省けたり、無用な時間を使わなくていいんですよね。これもやっぱり知ってるか知らないかじゃないですか。このようにいろんなことを知っていた方がいいんですけれども、どのように情報を拾うかっていうのが非常に大事でございまして、これ情報の発信者、 のもとに情報は集まってくるんですよ。なのでぜひ皆さんも情報を集めてえ、よりよく人生を豊かにしていきたい、変えていきたいということでしたら、情報を得るために情報を発信していくということをやっていただきたいと思うんですね。はい。今回の動画についてはここまででございます。まとめると一言です。 情報派の <laughs>、かんだ、情報の発信者になってください。これが、この動画で一番伝えたかったことです。この動画についてはここまででございます。え、このチャンネルでは、生きたいように生きるため、人生を豊かにしていくために必要な情報を皆さんにお届けしていきます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。また他の動画でお会いできること、楽しみにしております。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。